ウィンダム軍はアメリカ合衆国コネチカット州の北東端に位置する軍である。2010年時点の人口は118,428人。軍はアメリカ合衆国国立公園局に指定されたクイネボーグ及びセタケット加国国立遺産回廊に入っている。ウィンダム軍は1726年5月12日にコネチカット州議会によって ハートフォード軍とニューロンドン軍から分離して設立された。1749年5月、ウッドストック町はコネチカット州によって一方的にウィンダム軍へ併合された。1785年、ユニオン町が新しく設立されたトランド軍へ移った。次の世紀からウィンダム軍の町はいくつかトランド軍やニューロンドン軍へ移っている。1786年、 コベントリーがトランド軍へ1824年レバノンがニューロンドン軍へ1827年コロンビアとマンスフィールドがトランド軍へ1881年ボランタウンがニューロンドン軍へ最後に境会が変更されたのは1885年4月7日でこの時ウィンダムとマンスフィールドとの間の境界線問題が解決されたコネチカット州では 軍単位の政府を1960年に廃止している。政府の業務やサービスはすべて州か自治体によって行われる。保安官のオフィスは2000年に憲法をめぐる国民投票により廃止された。この機能は現在すべて連邦法執行官が担当している。ウィンダム軍で最後の公式な保安官はトーマス W ホワイトで、 コネチカット州の保安官オフィスが廃止された時点で辞任した。ウィンダム郡の主なハイウェイに、週間高速道路395号線がある。この道路は、プレーンフィールドのニューロンドン郡との境界から、トンプソンのマサチューセッツ州との境界まで、南北方向に走っている。I-395 の南部は、コネチカットターンパイクの一部である。ターンパイクは、 キリングリーの週刊高速道路から分岐し、I-395 の90番出口から、ロードアイランド州との境界にある国道を6号線まで、東西に走る。主な南北方向に走る道路としては、I-395 に並行して走る12号線や、カンタベリーのニューロンドン軍との境界から、ウッドストックのマサチューセッツ州との境界まで走る。 シーニックバイウェイの169号線がある。これ以外にも、89号線、198号線、97号線、21号線、および49号線が走る。主な東西方向に走る道路としては、アシフォードのトランド軍との境界から、パットナムのロードアイランド州との境界まで走る、国道44号線、ウィンガムのトランド軍との境界から、 キリングリーのロードアイランド州との境界まで走る国道6号線がある。これ以外にも14号線、101号線、171号線、197号線が走る。バイソン・ファーム・ウィンダム郡には市が存在しない。自治町村のダニエルソンがある。以前は市として機能したウィリマンティック・パットナムが特別行政区として再組織された。 2000年の国勢調査によれば、軍の面積は521.47平方マイルであり、このうち98.33%に当たる512.75平方マイルが陸地、1.67%に当たる8.71平方マイルが水面積である。ほとんどのウィンダム軍の町の法執行機関はコネチカット州警察である。主としてダニエルソンの D 体がある。 これは、ブルックリン、カンターベリー、チャプリン、イーストフォード、ハンプトン、キリングリー、ポンフレット、パットナム、スコットランド、スターリング、トンプソン、ウッドストック及び、I、I-395 の87番出口から、マサチューセッツ州との境界までの間で利用できる。トランド郡にある、シータイはアシュフォードもカバーしている。また、コルチェスターを本拠とする、携帯は、 ウィンダムをカバーしている。軍の三つの自治体だけが、それぞれ独立した警察を持つ。ウィリアム軍の保安官オフィスは2000年に廃止され、この業務は連邦法執行官が担当している。軍のほとんどの町には合法的な保護を行う警察がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。自治町村は一つ以上の町の一部とされ、 個別の議会、区域指定委員会、自治町村役員を持つ。村は町の区分とされるが、村の個別の政府は持たない。ありがとうございます。